皆さん、こんばんは。今日楽しまないと、今晩も元気にはあります。はーい、こんばんは,ーんばんはー。で、本日は一月十四日、<ぁ>成人式の日ということでですね。はい、うそうですか。はい、ね、今年成人を迎えられた皆さん、うん、本当におめでとうございます。ます今年は平成四五年の生まれの皆さんがご成人されたということで。はい、そうですか。 平成四五年ですかそうですねね、僕55年ですわ若い力をまだまだ僕も若いって言われてますけど平成四五年ですよ私も昭和ですからね秋昭和ギリギリ昭和ですねそうですか昭和今何年生まれ私は昭和63なんでギリギリな63と64とね元年が平成元年がいる年なんです私 でも、まよかったというかどうねまあ昭和の方に私も昭和ですって言えるまだ言えるギリギリのとこやね。って言えるうしい年に言われましたね平成やとまたちょっと平成平成って言われて平成45年やもんね、今年。 人にはここ,こでこう言うていいんかなって思うころそうやね二十、はい、歳の時は僕ね18から東京行ったんですよあそうなんですかでうん、うん、18東京行って1 8十二十歳の時は成人式僕実はね出てないんですああそうなんですか東京で迎えたんですよ、うん、あ地元に戻ってこられなくて,てそうなんですようん、うん、来なくて二十歳は 東京の家やったね、はい、で,東京でもめちゃめちゃしてたけどねお前これは言えへんけど、ね、どういういろいろか、ね、いや,いやもうねいろいろですわね男の放送事故ですわこんな遊びたい年頃ですもんねそういうことですわね、うん、みんなそうですよねそうなんですよ <laughs> ほんでねまた京都に帰ってきて <laughs>、うん、2232 22ぐらいまでか、うん、またこれも なんか一緒のようなことしてたね。<laughs> 悪いわ。てて悪いわ。すごい。うん、ほんでね、2十あれ、3位ぐらいかな。こんなことしてたら、ちょっともう、風天になるぞと。こんなもん。入れ替えトラさんちゃうけど。風天 <laughs> になるぞ、思ってね。これはあかんわ、思って。うん、もうサラリーマンしよう、思ってね。<ー>うん。あの、やっぱり、 サラリーマン。真面目な真面目にね。うん、ちょっと僕の得意なサラリーマンって面白なさそうやけど何が僕できんのかな思って。うん、学もない、何もない。何やな思ったら口があるわ、思ってね。うん、口言ったら営業やな。 いや営業ってでものを売るのももうなと思ってこうハローワーク行ってでハローワーク行って見てたら人材派遣ってあってね人材派遣って面白そうやなと思ってその当時ねあ面白そうやなと思ってこれ一回営業行ってみようと思ってね給料もそこそこ良かったんですよんでまあそこそこ言うても手取り18万ぐらいですよんで行って 派遣って何も分からんけど、僕はできます、言いい気って、額、はいうん、ないから。うん、そしたら、まあ、じゃ一回来る、言うて、うん、まあ、それも上場企業やったんですけどね。そ、うんうん、で、そこでやって、まあ、こう、同期がね、10人ぐらいいましたけどね、うん、もう飛ぶ鳥を落とす勢いでね、うん、大手の会社ですか、はい、契約できてで、派遣も、あとは、ね、売り上げも僕上がって、うん、で、また給料も上がったんですよ、これ。うん、なんて面白い。 簡だからちょっとやや,こ、まあ、ややこしいこともいっぱいあったんですけどもねうん、うん、業務内容とかはうん、うん、あったんですけどまあああこれで僕も真面目に、まあ、これでいけるんちゃうかなと思った時に、うん、この派遣切りとかねいろんな問題が、うん、ちょっとややこしい問題がなりましてそで,、ねでまあ、そこの。 あの、大手会社をね、大手の派遣会社を辞めて、はい、中小の派遣会社に移ったんですよ。はい、で、大手の派遣会社も京都市社長、京都所長って言うんですけどね、うんうん、京都所長になって、そこから中堅の、まあ、中堅、中小の派遣会社で、京都の所長まで行ったんですけども、うん、なんかちゃうなと。やっぱり中小は中小の考えやなっていう。これもう俺がこう、自分で会社やった方が、これうまくいくんちゃうかなとか。うん、この超安易な。 もう甘いも考えで自分で独立したら、うん、まあ見事しんどかったやっぱりなんて言うんだろう、うん、あのね僕ね従業員の立場も今社長の立場も分かるんやけど、うん、経験してます、ね、そうなんですよで従業員の立場から言うと僕がやった時の気持ちを言うと、うん、何やねんあの社長、うん、ほんまもっと厚生や、うん、ね ほん俺こんな頑張ってんのに、もっと急にあげろやと、ほんま腹立つねえ、て。これが魚、あの、酒の魚でした、僕らの。ありがちなね。ありがちな。急に酒屋での。ね。で、まあ、こう自分で社長になって、ね俺やったら全然ちゃうから見とけよ、と、あったけども。まあねなんて言うやろ。うアホやったね。やっぱりこう、できない。やっぱり、一人の力では限界があって、やっぱりできないんだよ。 だから人の助けとかあって、今、こうやって来てますけど、やっぱ厳しかったね、甘かったわ、もうそこで初めて思いましたわ。だからみんなはね、結局、こう、社長は好きなことをしてとかってみんな、うちの会社だけじゃなくても、どこの会社も思ってると思うんやけど、やっぱりね、好きなことしたらいいんですよ。僕思う、それは、社長。 僕じゃなくてね、うん、皆さんなんでかっていうとね、はい、そんだけのも抱えてますわそうですよねやっぱり従業員のこともうんだから僕はほんまにこう従業員の気持ちもわかるし、うん、やっぱり、えー、社長の気持ちもわかるし、うん、ただ従業員は社長にならへん限りは絶対にここはね一生平行線なんですよ、うん、もう何を言うたところで平行線ただ、うん 100%分かってくれとなんか絶対言わへんし、うん、まあ分かることもないですわ。うん、やけど50、50%でいいから、その気持ちだけね、うん、ああ、こういうふうにして欲しいんやな、うん、僕たちにって思う気持ちを持ってもらうと、会社がね、やっぱどんどんどん伸びていくに違うかなと。まあ腹の中でも何思われてもね、うん、僕も思ってたことやし、これは仕方ないですわ。うん。うん、やっぱり従業員と社長をね、うん、まあ両方経験した上での、 それとね、うん、今の若い子、ね、僕が若い時はもう、うん、貪欲っていうか、ね、欲の塊っちゅうかね、うん、もっとなんこんな社長になってもっとかっこよくなって、うん、いい車乗っていい時計してもううわかっこいいなこんな社長になりたいなってね思われる社長になりたいし自分もそういう 夢を持ってたしね。で、やっぱ憧れの社長もいっぱいいるし。やけど最近の若い子はないね、それ。そうね。あんまり聞かないですよね。車がどうのとか、時計とか。親の車でいいとか、いや別に良くないですとか。夢ないやねん。いや、ないですと、別に。生活できればいいです。最低限。そう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 。多くなった。 僕も夢でもう僕ね絶対夢はね諦めたらあかん思ってるんですよ。うん、そうですね、うん、僕ずっと言ってるんだけど3つあるね夢何ですかいいですかはいどうぞえっとね1つはね「情熱大陸に出ること」はい、2>, 2つ目はね、えー、ディズニーランドに自分の店を出すこといや提携すること<ー>オリエンタルランドと3つ目はね、はい、これはね「馬主になること」。<laughs> <laughs> 走らせて毎週日曜日に。まあ夢をね言い出すとね僕欲の塊の人間ですから夢を語らうとねまだ、あ、5時間ぐらいかかるんでねここでねちょっとアッキーの夢は夢っていうかね二十、ね、歳の頃何したんと、まあ、これからね 何すすのかちょっとだけ聞きたいなそうですね二十歳の頃っていうと、うん、まずちょっと思い出話というか、うん、まあルーツといいますかああちょっとねまあ聞きようにとよっては寂しい話にはなるんですけども、うん、ちょっと一ついいですかね二十、うんえっと、歳っていうとね私、うん、思い出が振り袖なんですよ、うん、で、まあ、何でかって言いますと私が成人する、うんまあ、年の前に。うん まあ祖父がおじいちゃんが振り袖買ってあげるよとも成人するしおめでとうって言ってくれましてで、まあ、私がその時あ<ー>まあ京都に出てきた年だったんであ<ー>それで実家の方にはいなくて、うん、おじいちゃんが一人でいろんな着物屋さん回って振り袖を見てきてくれてたらしくてそうやったんですねでも、まあ、その年に私が二十歳になる年にあ<ー>まあ祖父が亡くなりまして。うん、で まあおじいちゃん会社を経営してたんですけどもまあ亡くなった時に一人で会社を大きくしたっていうことを家族に聞いておりましてお葬式でたくさんの従業員に見送られる姿を見てもう絶対自分も夢を叶えていつか絶対に自分が立派な経営者になりたいって思いますね誓いました。 ほんあれ夢はもうその二十歳のそおじいちゃんから形見みたいなもんやね。うん、だからその、そうですね、おひり袖がね。うん、だからそれからおじいちゃんが亡くなって、うん、夢はね、経営者まあお葬式の時に、うん、私が代表で、もういっぱいの人の代表でおじいちゃんに手紙を読んだんですよ。はあ、そこでおじいちゃん私絶対、まあみんな家族を支えられて、 いろんな人を楽しませられるような社長になりますって言ったんですよ。ああうん、で、はあ、まあそうなんですけれども、私は現在はね、まあ大学院に行ってまして、うん、文学のことをね、研究して、うん、でもそこから自分の、まあ夢はもっと先のことにはなると思うんですけれども、うん、自分で勉強したことの本も出版していきたいとも思いますし、うんうん、で、それは、 まあ今はいろんな方にお世話になる立場だけれどもそこから自分で展開したいっていうのがモテまして、うん、夢として、うんうん、それを、うん、振りすぎて結局会社系じゃなくて結局今の文学の方から自分でことやっていくてい,、ね、いろんなことを生み出すというか、うん、まあ小説とかいろいろすべて、まあ、台本を確認しろ生み出すということが原点になるので、うん、私は。はい、うん でもそうやってさやっぱ秋今20今年で豪かでも25歳ぐらいのさっきみたいな子がやっぱそういう夢でもいいからやっぱり僕は持ってほしいなと思う人間やっぱり夢はこうやって夢をね殻をからえさそうと思ったらもうその瞬間から夢じゃないのよそうですねあとは自分がどういうふうに進んでいくか ね、とか自分がねその夢に向かって、うん、どうを進むかと頑張っていくかと努力するか、うん、まあ頑張る全部あるんやけども、うん、含まれるんやけども、うん、僕はもう夢はずっと持ち続けてほしいしい一個かなったらまた次また夢を持って生きていってほしいな、うん、そうやってみんなに、うん、若い子、ね、時の新卒とかの子にね やっぱ夢ないです言われたらもう終わってますわ。失敗恐れずにね、突き進んでほしいね。まあ人生ね、挑戦ですよ。何でも本当に。そう私はもう車が大好きなんで。そう買ってよフェラーリでも。ポルシェの。あポルシェポルシェ。パナメラを買いますいつか。言われましたよ。 ファナメーラね。ファナメーラがめっちゃ大好きなんで、うん、私、買いますよ。はい。4人,4人乗りね。ファ <laughs> <き>ナメーラね、うん。家族で乗るっていう前提でねかっこいいよ。かっこいい。うん、うん、本当に。大好きです。で、あれは、もう来週は、なんかなん、もう30分番組そうなんですよ。1月のスペシャルがあります。ああはい、今回はね。誰が出るの今回は。沖縄スペシャルと大好きで沖縄ですか。 とねこの前十一<ー>月にね番組内でご紹介していましたはいはい沖縄の音楽バンド<ー>トゥイチシさんがトゥイチシさんですか <laughs> はいトゥイチシさんここでね生ライブをし沖縄から来てくれあるんですかまあ京都で活動してはるんですけども沖縄音楽をあ沖<ー>縄音楽ねあそうかんでここで生でそうなんですよ。は はい、沖縄にまつわるトークとライブをお楽しみいただける番組になると思いますので、もう来週は三十分番組なんでどうぞぜひお聞きください。よろしくお願いします。本当にはフル先生もね、はい、フルタ広和先生ね、はい、そうじゃよろしくお願いいたします。来週も皆さん楽しんでさよなら。